スーパーヒーロー、スーパーヒーロー、スパーヒーローは超自然的、または超人的な能力を持ち、一種の衣装を着て犯罪との戦いに宣言する英雄的人物。そして通常は市民を守るためにスーパービランと戦う。女性のスーパーヒーローはしばしばスーパーヒロイン、スパーヘローワンと呼ばれる。特にアメリカンコミックでは1930年代から スーパーヒーローフィクションとして知られている。スーパーヒーローの原型は少なくとも1917年まで遡る。スーパーヒーローに先立ち、ロビンフットのような民家伝承の英雄は独特の衣服を着ていた。1903年のスカーレット・ピンパーネルと、そのスピンオフには独自の衣装、覆面をした復讐者、秘密の正体という特徴がすでにあった。その後、 まもなく、覆面と衣装を着た、パルプフィクションのようなキャラクターである解決ゾロと、1930年、超人的な能力を持たないが衣装を着ているファントムが、現れめた。1930年代には、日本の黄金バット、1931年、1934年、スーパーマン、1938年、キャプテンマーベル、1939年など、 最も初期の超人的な能力を持つ衣装を着たキャラクターが一斉現れた。そして、これらのキャラクターはコミックブックのゴールデンエイジを先導した。1938年にジェリー・シーゲルと乗車スターがスーパーマンを登場させた。スーパーマンは秘密の正体、超人的な能力、シンボルマークとマントを含むコスチュームといったスーパーヒローを定義する特徴を備えていた。 DC コミックスは、当時は、ナショナルオールアメリカン・スーパーマンの反響を受けて、バットマンとロビン、ワンダーウーマン、グリーンランタン、ザ・フラッシュ、アクアマン、ホークマン、グリーンアローなどのスーパーヒーローを登場させた。最初のスーパーヒーローチームは、上記のキャラクターを集めた DC による、ジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカであった。当時の市場は DC により支配されていた。 他の出版社もスーパーヒーローを生み出した。マーベルコミックのヒューマントーチ、オリジナルヒューマントーチ、ファンタスティック4のヒューマントーチとは、別人や、サブマリナー、クオリティコミックのプラスチックマンにファントムレディ、新聞連載されたウィル・アイズナーのザ・スピリットド。1940年代を通じて、キャプテン・マーベルはスーパーマンより、多くの売り上げを収めた。 戦後になるとスーパーヒーローは人気を失った。これはホラーやギャングの漫画の台頭につながった。これらの漫画のいかがわしい内容は漫画が飛行少年の原因であると非難する規制運動家たちの動を起こした。この運動の先頭に立ったのがスーパーヒーローコミックの根底には性的盗作が蔓延していると主張した精神科医フレデリック・アーサムであった。 これに応じて自主規制、コミックスコードを採用した。そして1950年代までにスーパーヒーローは一掃された。1950年代に DC コミックスはジュリアス・シュワルツの下で1940年代のヒーローを復活させた。1960年には DC がスーパーマニア、バットマン。 ワンダー・ウーマンなどの人気ヒーローを一つのチームとしたジャスティス・リーグ・オブ・アメリカ JLA を結成させた。マーベル・コミックのスタンリーとジャック・カービーはそれまでの完全超悪で単純なスーパーヒーローと異なるキャラクターを創造した。1970年代に DC ・コミックスはバットマンを法律を無視する受刑団員へ変更した。年から年。 により、バットマンの変化は進められた。マーベルはパニッシャー、ウルバリン、フランク・ミラーによる、デア・デビルなどのアンチヒーローを登場させた。X メンのビショップ、X ホースのケーブル、スパイダーマンのベノムは有名なアンチヒーローとなった。1992年に、ジムリー、トッド・マク・ファーレン、ロブライフェルドラがマーベルを退社して、イメージコミックを設立した。 イメージコミックが目指したのは、制作者によるキャラクターの所有であり、マーベルと DC の30年に及ぶ業界の支配に挑戦だった。リーのワイルドキャッツや、現13、ライフェルドのヤングブラッド、マクファーレンのスポーンは人気を得た。多くのスーパーヒーローには、次のような特徴がある。多くのスーパーヒーローは、独立して行動する。しかし、 多くのスーパーヒーローチームも存在する。ファンタスティック4や X メンのようないくつかのチームはメンバーが共通の起源を持っており、通常はグループで行動する。また、インクレディブルファミリーはスーパーパワーを持った親と子供の家族である。DC コミックスのジャスティスリーグやマーベルコミックのアベンヤーズは別々の起源を持ち独立して活躍するヒーローから構成される。 オールスターチームであり、大きな危機に直面すると、チームアップする。1940年代に導入されたスーパーヒーローは子供をサイドキックにしていたキャプテンアメリカとバッキー、バットマンとロビン。スーパーヒーローが洗練されて、読者の年齢層が上がるにつれて、少年向けのキャラクターの必要性が減ったことと子供を危険にさらす行為が受け入れられなくなったことにより、 子供をサイドキックにすることは一般的でなくなった。サイドキックはスーパーヒーローとは別の分類とみなされる。スーパーヒーローフィクションはファンタジーアドベンチャーの一種として考えられているが多くのジャンルにまたがっている。いくつかのスーパーヒーローのフランチャイズは似ており、クライムフィクション、バットマン、スパイダーマン、デアデビル、ホラーフィクション、ヘルボーイ、スペクター、 パラノイドフィクション、ウォッチメン、マーベルマン、および従来のサイエンスフィクション、例えば、グリーンランタン、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーである。彼らの住む架空の宇宙では、スーパーヒーローに対する一般の認識は大きく異なる。スーパーマンやファンタスティック4のようないくつかのキャラクターは尊敬されており、重要な市民団体の指導者、さらには有名人として見られている。 ハルク、スパイダーマンのようなキャラクターやウォッチ面では、不信感や露骨な敵意を向けられている。スーパーヒーローのコスチュームは大衆に対してヒーローを認識させるのに役立つ。キャラクターの魅力を高め、スーパーヒーローの名前やテーマが組み込むために、コスチュームはカラフルにな、いる。例えば、デアデビルのキルシンクのコスチュームは、悪魔、キャプテンアメリカのコスチュームは、 アメリカ合衆国の国旗、バットマンのコスチュームは大きなコウモリ、スパイダーマンのコスチュームは雲の巣模様を特徴を備えている。スーパーヒーローのコスチュームは以下のような多くの機能を持つ。多くのスーパーヒーロー、スーパーヴィランは基地や本部から運営されている。これらの拠点には最先端技術、またはエイリアンの技術が装備されている場合がよくある。 これらは一般的に敵や公衆に発見されないように似せ、または秘密の場所に設定されている。例えば、スーパーマンの孤独の要塞や、バッド警部。しかし、バックスタービルや、ジャスティスホールは一般的に知られている。それらの正確な場所は秘密のまま。高級的な本部を持たない多くのヒーローやヴィランは、代わりに移動する拠点を持つことができる。秘密の基地を持つヒーローやビランは、 以下のような、ただしこれに限定されない様々な機能を果たすことができる。マーベルコミックグループと DC コミックスはコミックに適用される言葉、スーパーヒーローズのアメリカ合衆国における商標権を共同で所有しており、この二つの企業は有名なスーパーヒーローを所有している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。